こんにちは。全盲の YouTuber、アダちゃんでございます。本日は木曜日、おふざけ音楽の時間。今日はですね、はい、わかります？これ。トイストーリーのウッディの格好しておりますけどね。はい。私、アダちゃんですね、ハロウィンの時とかに、このウッディのコスプレ、何回かしたことあるんですけど、何せ、いつも私、ウエスタンじゃないですか、カウボーイみたいな格好をしてるから、子供とかはね、あ、ウッディだとかって喜んでくれたりするんですけど、年配の方とかはね、コスプレしてることがわからないみたいで、アナサーさん今日の衣装もなかなかいいですねとか普通に言われちゃったりしてあまり変装した意味がないみたいなねそんなことも多々ございますが、今日はこのね、トイストーリーにちなみまして、おもちゃのような、おもちゃのこれでもおもちゃのようでいて、おもちゃじゃないんですよ。これちゃんとした楽器で、一応鈴木バイオリンが作っている、16分の1サイズっていうバイオリンこれね、私が子供の頃はもうこんな小さいのさすがになかったんです。8分の1が一番ちっちゃいやつだったんじゃないかな多分ね。これは2歳児とか3歳児用とか5歳ぐらいだともう8分の1だからね。そう、2、3歳児が持つバイオリンなんですよこのね、おもちゃのようなこの16分の1サイズのバイオリンをアナちゃんが、いや全然弾けないと思いますよ、この小さすぎるにも程があるでしょっていうね。そう、全然弾けないと思いますけど、これを使ってトイストーリーの、テーマ、主題歌っていうの、You got a friend in me っていうのを弾こうかなと思うんですけど、だってこれほらね、こんなに違うんですよでしかも私アナちゃんは、この通常のバイオリンをね、いつももちろんこう弾いてるわけですけど、これ弾いてても、いろんな人からバイオリンが小さく見えるね、そのバイオリンなんか小さくないですかとか言われるぐらい、体の大きさから言うとね、バイオリンだともうちょっと小さすぎる、ビオラの方が適してるぐらいの、体つきなのでせめて4分の1ぐらいだったらもうちょっと弾けると思うんですけど、ちょっと練習させてね。かぁ、狭い。指が入らないですよね。かぁ。苦しい。この肩の狭さ。挟めないしね。まあいいや、なんかずっとやってても言い訳にしかならないんで、さっさと行きましょう。では You got a friend in me 行ってみたいと思います。 1, 2, 1, 2, 3, O。難しすぎますこれでも頑張った方ですけどよかったらチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。